やれないけれど、花のやぐらの花のやぐらの方を、ああああ
番に夢はついたけど戦闘衆は倒れてしまう本在とれなかったやっぱ雨上がりのその道をふらりふらふら歩いてきたら背中から頭へ跳ね上げて江戸で一味の果物問屋大阪せんべいの表に来ればおう大阪屋江戸っ子はな食後祭りにみかんを食べと承知がでげんのぜわっとやみ割れて紀の国屋
なあなあおじさん、八幡かごのそろりパン、店一軒じゃほぼつかん、江戸の主な問屋五六軒、集まりまして相談をと言われて、文沢がにっこり笑い、やっぱり商売髪型じゃな、大阪であったなら千葉あたりの気の利いた店であれば五万八万と一気するに、十二三の小僧が出てきて売ったこうたと、えらい商売しております、見事に勘を売りさばき、しのが浜へ戻りく、はるかに浜辺に立ったところですけど、ちょうど時間となりました、お聞きにくいその中をようこそ踊っていただきました、それにつけても皆様へこんな未熟な音頭にも花と名付けて、のしまでつけてくださいました、この方はどこのおどなたと見るならば、花の都は岸間だし、なんぼとの引き立て一段高座に来年の盆踊り、お詫びをするの楽しみです、それじゃあ皆様ごきげん。